evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask you to please step out of the aisle. So the passengers behind you can pass your best will expedite our boarding process. はいどうも、しおみんでございます。今どこ来てるかというとですね、関西空港でございます。本日ね、5月14日土曜日、今ねお昼の14時46分というところでございます。お昼のど真ん中って感じでございますが、コロナがねまあ明けそうな感じの関西空港、今どうなってるかっていうのをちょっとですねお伝えできればと思っております。じゃあね、第一ターミナルの方から行ってみようかなと思います。はい、その前に何回もね横にある海外に行くなら妹の Wi-Fi っていうのがございましたが、令和2年10月ぐらいから臨時休業が続いてるみたいでございます。はい、では第1ターミナルの様子を見に行ってみましょう。はい、第1ターミナル2階に到着しました。まあ人が全くいないという感じではないですが、そこまで混雑してるという感じでもなさそうですね。まあ落ち着いた人気と言っていいんじゃないでしょうか。とりあえず真ん中あたりはこんな感じでございます。はい、ガチャコーナーがあるみたいですね。余った小銭のおもちゃにということで、最後にガチャで使ってもらおうという感じで、まあね、外国人がたくさん来るようになったらこういうとこも流行るんじゃないかなと思いますけど、今は閑散としてる感じでございます。では町や小町の方に行ってみたいと思います。まあちょっとね、飲食店がアイドルタイムということもあってガラガラでございますが、お店は大体はやってる感じですね。はい、こんな感じでございます。北出発口の方に出てきました。反対側はこれ第1ターミナルビルリノベーション工事ということで、秋まで、工事中になってるみたいですね。はい、反対方に工事中になっております。はい、第1ターミナル現在フードコートというか2階の半分は工事中でございますね。はい、こっち側はやってますが、こっち側の営業が今、やってないという感じでございます。っていうのでお店はこんな感じです。はい、じゃあ2階はこんな感じで3階に上がっていってみますね。はい、ここから3人のお店がやってるという感じでございます。左側から行ってみます。ここに薬局閉まっているという感じですね。はい、はい、現状はこちらでございます。ジュエリーメーカーさんですね。この横が閉まっていますね。こちらの販売のリニューアルオープンのために店舗改装を行っております。はい、橋の方になってきております。松山屋ちょっと考えたくないんで、なんかちょっと工事中な感じですね。はい、この辺のメーカーさんとかショップさんが今やってますが、ダチョウさんがお休みしてるみたいですね。はい、3メートルぐらい待ってみましょう。ユニクロさんも閉まってる感じですね。オープンしておりません。はい、ユニクロさん、いつも4月10日ですけど、4月10日から臨時休業をされております。
なんかおもちゃ屋さんですかね、ドリパーということで、バイト美人が来てたら見たのかわかんないですが、今挟んでしてる感じでございます。この辺ね、割と閉まっているんですが、こういう感じでございます。こちらかな、一品さんというお店が入っている感じですね。はい、サンマルコカフェさんもそのまま普通に開いているという感じですが、降りてからでございます。浜平カフェさんは入っておりますが、こちら午前中は営業を終了させていただくことになりましたということで終わられております。はい、あとダンコさんは16時を再開しますというこちらのバイトをやってますね。ダンコさん、こちらの方はやっぱり10時にちょっと新潟の車に行くと戻ってはりますが、時間的なのでプロですね。ダンコさん3月31日を打ちました閉店、あれで閉店してるお店になったんですね。土日休業の平日11時から15時という感じですね。なかなかあれですが、鎌倉の中の飲食店が少なくなっているというイメージですね。鎌倉さんがやってますが、サチフティアさんもやってるということですね。はい、だいたい一周回ってきましたが、そうですね、半分もやってないイメージですね。5分の2ぐらいが空いているという、そのぐらいのイメージになっております。はい、じゃあちょっと4階の様子もちょっと見に行ってみましょう。4階は国際線の、出発ロビーですね。はい、4階国際線出発エリア方面、あらまあ、すごい、コロナの時と同じぐらいでなかなか人は少ないですね。こんな感じでございます。国際線ほとんど人がいません。ちょっと掲示板見に行ってみます。あ、ちなみに今現在地この真ん中辺ですね、出発口2番の前、D カウンターの前ぐらいです。はい、はい、空港の駅まで戻ってきましたが、先ほどね、僕ね、ラピート乗ってきました。何回のね、ラピートは昼間1時間に1本ずつぐらいは運行しているみたいですが、はい、はるかの方がまだ朝と夕方しか運行していないみたいでございます。京都行くのにはね、便利なんですが、そんな状況でございます。じゃあちょっとエアロプラザの方まで覗いていきたいと思います。はい、エアロプラザの2階でございます。3階にちょっと登ってみます。エアロプラザのね、3階に上がってきましたが、3階ね、右に曲がるとね、この四角型のね、ソファーというか座席があって、もう2台あるんですけど、そこでよくね、お昼寝してたりします。はい、豆知識でしたよ。はい、でここイタリア料理があったと思うんですけど、閉店したみたいですね。令和2年6月30日をもって閉店しました。はい、で左に行くとカッポールさんというあの定食屋さんはどうなのかな。ここ何やったっけな、お蕎麦屋さんだったと思うんですけど、閉店してるような感じです。中尾さんは元気に営業しておりますが、24時間かどうかはちょっと現時点では不明ですが、ひょっとしたら24時間やってるのかな。で、この奥はファーストキャビンさんでございますが、
一時期ね閉めてはりましたが、最近開けたみたいでございます。はい、エアロプラザの2階に戻ってきております。ちょっと真ん中辺を探索してみたいと思いますが、新しくできたところですね。ビックスエアポートカフェラウンジ、24時間営業ラウンジらしいですね。はい、ノードを使っています。料金的にはこんな感じになっております。9時間オープン席で、4180円、はい、3時間で、1870円、ブースが2200円みたいな、そんな感じ。シャワーもあるみたいですね。40分660円、はい。ゴールドがあれば、席料2時間無料というような感じのカフェラウンジが、エアロプラザの方にあるみたいでございます。この辺の風景は昔と変わらずという感じですね。はい、はい。じゃあせっかくなんで、第2ターミナルにも行ってみたいと思います。はい、第2ターミナルに到着しました。今ね、はい、今ね15時37分なんで、あんまりね便がね多くないんやと思います。で、割とねガラガラという感じでございますが、まあね、そんなねめちゃめちゃいっぱいになってるっていう感じではございません。こちらはね、もともとお店も少ないです。はい、お店のやつで、4店舗一般エリアがあったんですが、1店舗店舗改装中のようでございます。で、中身のお店は3店舗いつもの顔ぶれというかメンツでございますね、はやってるという感じでございます。はい、第2ターミナルはそんな感じですかね。はい、国際線の出発ロビーですが、一応一般の人も入れますが、真っ暗ですね。1日どれぐらい飛んでるんですかね。1、2便っていうところなんでしょうか。すごい声が響くというような感じでございます。せっかくなんでちょっと橋までは歩いてみたいと思います。警備員以外誰もいないという感じでございます。この辺がね盛り上がってこないと観光全体も盛り上がらないのかなという感じでございますが、はい、国際線の出発口が、出発口ですね、向こうの方になっております。はい、エアロプラザまで戻ってきました。はい、関空ぐるっとですね、一周回ってみましたが、いかがだったでしょうか。印象的にはね、そうですね、お客さんが、いつものピークの2割ぐらいかなという印象でございます。はい、お店はね、そうですね、半分もやってない、半分以下という感じで、まあ、5分の2ぐらいかな、もしくは4分の1ぐらいやっててですね、はい、半分以上のお店がまだ閉まってるという感じでございます。逆に言えばね、今ね、飛行機乗って旅行するのはですね、なかなかですね、快適に行ける可能性が多いんじゃないかなと思います。
飛行機会社とかですね、ホテルとか観光地を助けるためにもですね、皆さんもよかったらですね、旅行に行ってみてください。それではですね、また違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。